はい、おはようございます。本日紹介するのはこちらになります。はい、いかがだったでしょうか。今回はニューエラからサウナハットのご紹介になりました。まあね、もう今や空前のサウナブームというところもあって、まあ、ついにニューエラからも出たかっていうような感じになるんですが、僕自身ちょっとあんまりサウナって利用そんなしたことないんですけど、このハットがある内でだいぶなんか違うみたいで、まあ、まずはその熱が伝わりやすい頭部を守るっていうのと、のぼせ予防ですね、まあ、髪や頭皮自体も保護するっていう意味もあるみたいですね、こういう帽子は。でプラス被ることで発汗の促進にもなると。頭部を覆うことで全身から汗が出てくると、まあ、さらにまあイコールデトックス効果が得やすくなる。髪の毛も頭皮も守りつつ被ることによって全身汗をかいて全体にデトックス効果を発揮するということで、まあ、サウナハットっていうのは多くの方に利用されているというところで、まあ、こちらね、こういうのを持ってるだけでサウナ行くのも楽しみの一つになるようなそんなアイテムになりますので、サウナ好きの方、またはこれからサウナいろいろ入っていこうかなと思ってる方、まずはこういうね形から全然入って僕はいいと思いますんで、ニューエラのサウナハット、今回はこちらをご紹介させていただきました。こちら詳しくはまたうちのオリジナルサイト、それからお店来ていただければどちらのカラーも今ございますので、ぜひぜひご来店よろしくお願いします。またうちのオリジナルサイトでは、引き続きピックアップセールを実施中なので、ぜひぜひお得なアイテムゲットできるチャンスになってますんで、よろしくお願いします。それでは本日も弁天井にありますプロトコル大阪にお送りさせていただきました。どうもありがとうございました。はい、森田の今週の映画です。お願いします。今回はですね、ネットフリックスで見ましたファイナルガールズ惨劇のシナリオという、まあ、ホラーコメディですね、今回はなるんですけど、これまたあの映画好きの友達に教えてもらって見てみたんですけど、とりあえず感想としては非常にホラー映画のことを愛しているスタッフ、監督さん、シナリオライターが集結して、作った傑作ではないかなと思います。めっちゃおもろかったです。まあ斬新なアイデアって本当やったもん勝ちやとは思うんですけど、今回に関してはもう展開から、その話の持っていき方もう素晴らしく完璧で、多分というか、まあ、まあまあかなり低予算ではあると思うんですけど、本当アイデア勝利の映画でしたね。全くもって怖くはないので、そういった目を追うシーンなんかも全て、まあ、うまいこと見せないようにしてますし、とにかく展開自体がうまいなっていうので感心するばかりなんですけど、話自体も、まあ、非常に90分でうまくまとまってるし、
ものすごくホラー映画のタイトルなんですけど、あのめっちゃ感動させられる話ではあるんで、家族、親子、そういったものが実は根底にあって、でも表面は非常にふざけてる、でもホラーファンでも映画ファンでもコメディファンでもみんなが納得するような、まあ、見せ方というか展開なので、本当に掘り出しも見つけたなっていうような感じで、すごく今回は面白かったですね。なのでネットフリックス、よくご覧になる方であればこちらファイナルガールズ惨劇のシナリオ、ぜひぜひよかったら見てみてください。ホラー苦手な方、ホラー嫌いな方、全くもって関係ないと思うんで、これはまずは必見の価値あれと思いますので、ぜひよかったら90分これに使ってみてください。今回はファイナルガールズ惨劇のシナリオでした。